宝予省欄は、南宋の宿圧氏によって13世紀に編纂された、地理書、70巻。週ごとに、名所旧籍や有名人などを記している。宿圧氏の曽祖,祖父の宿格は、主記の母方の祖父であり、宿圧氏自身主記に学んだ。著書には他に、類書、古今寺分類樹がある。南宋の行政区分、宝予省欄は70巻から構成される。 南総の十七の道の順に並んでおり、各路は州に分けられ、安在所の林安府から始まっている。記述は南総の半島に限られ、北方については記されていない。それぞれの州について、まず、県知遠隔を記し、ついで群名、風俗、継承、土産、山川、同社、楼閣、陣、立駅、橋梁、時間、祠場ばか、戸籍、名、学ぶ。 人物、大英などに分類して、土地の名物を羅列し、説明を加えている。説明にはしばしば古今の文章や、宿の引用を含む。最後に、46と題してその州について読んだ追記を、羅列している。通常の地理書で重視される理定、地勢、個数などについてはほとんど記されておらず、地理書というよりは地域ごとに分類した類書に近い。 宿圧誌の原告本は、新編46必要法予償欄と題し、かひろし3年に刊行された、日本緑内庁所領部が所蔵している。この本は全週43巻、五週7巻、続週20巻の全70巻、及び目録、引用した詩文の一覧、周囲付録からなる。宿圧誌の没後、漢順3年に、 この宿主によって504条が増補された版が出版された。この本は新編法予償欄と題し、全70巻で全集、5集、続集の区別は廃止されている。ありがとうございます。